本日の第3試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。20分一本勝負で行われます。青コーナー175センチ90キロ、アメリカンドラゴン、青い目のドラゴン、オールバックです。アメリカンドラゴン。赤コーナー173センチ87キロ、タイガーマスク、黄色い悪魔タイガーマスク、ひときわ大きな大声援。20分一本勝負で行われます。日米ジュニア対決になります。黄色い悪魔のタイガーマスクと青い目のドラゴン、アメリカンドラゴンの対決。今日はアメリカンドラゴンオールバックでの入場であります。ここでゴングが鳴らされました。新日本ジュニアにあって確かな存在感を出しているタイガーマスク、そのタイガーマスクをシングルで倒すことで日本における自らの存在を知らしめたいんだと、そう試合前に話してくれましたアメリカンドラゴン。白熱した日米ジュニア選手による激突となります。健吾さんもやはりこのアメリカンドラゴンにやはり注目が集まりますか。アメリカ出身なんですけどね、レスリングスタイルがこのヨーロッパスタイルできちっとした基礎ができてますよね。なるほど、ですから本当にあのジュニアの、チャンピオンにですね、なる日もそんなに遠くはないと思いますよね。なるほど、まあ、新日本プロレスにとって LA 道場からの資格ということになるんでしょうけれども、やはり近い日ベルトに挑戦する日があるかもしれない、来るでしょうね。そのぐらいのやはり素質があるということですか。はい、あの本当レスリングがきっちりできますので、ね、そうですか、新日本には本当に一番合ってる選手ですよね。あ、そうですか。はい、こう何かこう一直線に突き進むこう真っ向ファイトというのがやはり私から見ると印象として受けるんですけども、健吾さんから見るといかがですかね。その通りですね。ですから、レスリングスタイルそのものがですね、彼自身の性格と言いますか、本当に正直者っていうかね、真面目な人間っていうのはそれ感じられますよね。なるほど、ここもしっかりとバックに待ってるスリーパー、アメリカンドラゴンがタイガーマスクを締め上げていきます。一方のタイガーマスク、新日本ジュニアにあって確かな存在感を出しています。さあ、そのタイガーマスクの両腕、両関節、肩関節でありましょうか、これを締め上げていきますアメリカンドラゴン。さあ、そして膝を入れていく、えげつない攻撃を見せてきます。 LA 道場からの近く、しかしここはカンガルーキック、タイガーマスクがカンガルーキックで一戦しました。3次元を超える4次元殺法が持ち味のタイガーマスク、一方のアメリカンドラゴンは一直線真っ向ファイトが持ち味のファイトスタイル。健吾さん、これ全く対照的な2人ですよね。でもタイガーマスクはですね、やっぱりその相手にもノレスリングに合わせるだけのですね、力量がありますよね。なるほど、はい、こううまくアメリカンドラゴンのこう一直線のファイトスタイルをいなしながらの自らのタイガーワールドに引きずり込むと、まあ、いずれそうなるでしょうね。勝敗というのはそういうところで分かれ道になってきますよね、はい、しかしここはタイガーマスクがアメリカンドラゴンに捕まっている。強烈なエルボースマッシュ、その前には膝が入りました。顎のあたりを集中攻撃して、さあそしてヘッドロック、強烈なヘッドロックでもって締め上げていきます。端正な顔立ち、青い目のドラゴン、今日はオールバックアメリカンドラゴン。さあ、ロープに振ります。戻ってきたところはショルダー、強烈、もう一度行くアメリカンドラゴン、タイガーがかわした。さあ、そして迎撃、飛び越えた。そしてタイガーが最後は、おっと、ここで4次元殺法炸裂。そして最後は、さあタイガーロープのハンドを使って、ここは行かない、見せました。4次元殺法、タイガーワールド全開であります。場内からも割れんばかりの大歓声。さあ、そして今度行った、トペスイシーだ。人間魚雷タイガーマスクがアメリカンドラゴン、今一瞬隙がありましたね。アメリカンドラゴン、まさかね、コーナーポストに近いところに来ると思わなかったですね。しかも一回行くと見せかけて行かなかったわけですよね、タイガーマスクは。見事なフェイントを入れましたタイガーマスク。ただタイガーマスクの足もロープに引っかかりそうで危なかったですね。危険な技です。トペスイシーダー観光してまいりましたタイガーマスク。さあ、そして肘鉄、後頭部に肘で持っていきました。そして首投げ、バックに回ってるスリーパー。健吾さん、一気にこうアメリカンドラゴンペースからタイガーマスクが自分のペースに試合を引き戻しましたね。完全に相手に合わすことなくですね、自分のペースで主導権を取ろうという感じで動いてますね。はい、
まあ、先ほども一旦はこう場外に飛び出していくのかと見せかけていかないと、で場内が沸いたところ、アメリカンドラゴンが隙ができたところに今度こそ場外へと、まあ、見事ですよね。もうそういう意味ではですね、本当に頭で緻密に考えながら、試合をしている、うん、レスラーというのはリング上でですね、その時その時によってこう臨機応変に組み立てていかなければいけない、はい、そういう意味ではバカではできない、なるほど、人間はですね、やっぱりレスラーとしてもトップになれない、なるほど、そういう意味ではこのタイガーマスク本当に危険の効く、すごくやっぱりいいレスラーですね。回転の速いレスラーということになるんでしょうか、はい、お、ここでアメリカンドラゴンが対して強烈な今打ち下ろしのようなキックが入りました。こめかみのあたり、右のこめかみのあたりでしょうか、フラフラっと膝から落ちましたアメリカンドラゴン。さあ助走をつけてバックに投げて、そのまま膝、対空時間の長い膝が入りました。ニードロップどうだ、返した、アメリカンドラゴンも返します。もう一度タイガーが、これは腕を狙いに行っています。ですね、タイガーマスクですね、はい、本当に僕いつも思うんですけど、はい、僕まだいろいろ言うんですけども、はいはいはい、怖いタイガーマスクを見せてくれと。なるほど、本当に子供たちのヒーローであるタイガーマスクというね、ことではなくて、本当に大人の本当にファンにですね、受ける、本当に格闘技ファンに受けるですね、タイガーマスクを見せろっていうことを僕は言ってしまったんですが、返しましたタイガーマスク、その度に本当にいいものを出してくれますよね、うん、やっぱり見ている僕らを本当ワクワクさせてくれる、それだけの素質を持ったすごい選手ですよ。気が強いですしね、なるほど、運動神経がいいですから、強烈なハイキック、顔面を捉えました。ですからやっぱりタイガーマスクにもってこいの選手ですね。黄色い悪魔と呼ばれてほしいという健吾さんの言葉ですかね。まあ、悪魔とは僕は言わないですけども、あ、そうですか、ただ本当に怖いタイガーマスクを見たいな。なるほど、さあそして青コーナータイガーマスクトップロープ、あー、ここでしっかりとアメリカンドラゴンタイガーマスクの動きを見ていました。トップロープからなだれ式、なだれ式でいくのか、タイガー危ない、タイガーがここはいがさなさい、ヘッドパット、あ、もう一度アメリカンドラゴンが起き上がった、もう一度アメリカンドラゴンただれます、死なない、さあそしてなだれ式、フレンバスターに持っていこうという体勢、しかしここでもタイガーがアメリカンドラゴンを簡単にはいかせない、相手3連発、最後はちょっと意識が飛んでたんでしょうかね、なんかこうフラフラっと倒れました。あ、しかしアメリカンドラゴン立ち上がった、三度行く、三度行くザアメリカンドラゴン、青い目のドラゴン、さあようやく3度目の正直っていくんでしょうか、なだれ式、なだれ式、さあそしてなだれ式のブレンバスター3度目の正直、いですね、いやー、健吾さん意地で持っていきましたね、アメリカンドラゴン、お互いにもアメリカと日本のですね、意地と意地のぶつかり合いというんですか、もう性格の強さ、なるほど、その戦いでしたね、はい、さあそして今度はアメリカンドラゴンがトップロープに登っていく、さあそしてタイガーマスクが手の大飛行をかわした、紙一重タイガーマスクがかわしました。いや、健吾さん今もかわすタイミング紙一重でした ね、もう本当に起点がいいですね、ギリギリまで引きつけておいてかわす、そうですそうです、やっぱり相手を逃がさないっていうことですよね、そういうところがやっぱりこれから彼の本当にすごい成長するところだと思いますね。今年はぜひですね、G1 に挑戦してもらいたい、なるほど、ヘビー戦線に、もうそういうだけ力があります、バックの奪い合い、おっとアメリカンドラゴンが場外に行きました、タイガーマスクも場外に出ていく、両者2人場外で倒れています。ちょっと今アメリカンドラゴンが場外に落ちた時に膝を打ったんでしょうか、タイガーマスクも体のどこかを打ったんでしょうか、なかなか立ち上がることはできません。あ、ここでタイガーが場外バトル、あ、ここで足を持たれたら足で返していきましたアメリカンドラゴン、円錐を狙いましたけども、円錐狙いましたね、でも肩口に当たりましたね、さあソバット、ソバットで返していきましたタイガーマスク、水落ちのあたり、タイガーは一旦リングに戻ります。やはり健吾さん、このタイガーマスクの打撃、これは強烈ですかね、はい、これが彼の良さですからね、うん、危ない危ない、80だ、90、よー、戻ったアメリカンドラゴン、危うし戻りましたアメリカンドラゴン、さあ、これ一気加勢、タイガーマスクが赤コーナームーンサルト、立ち上がったアメリカンドラゴン、よく見ていた、しかしタイガージャーマンスープレックスホールド、どうだ返した返した、ジャーマンスープレックスホールドカウント2です。ロープの反動を使います、エルボー、さあもう一度持ってきたところ、さあ捕まえて、危ない、このまま同点食い打ち、
あーっとリングに今突き刺さりましたね、健吾さん。そうですね、これはたまったもんじゃないか。強烈ですね、今もう痺れてますからね。ものすごい衝撃が伝わってきました、放送席。さあ、そして青コーナートップロープ、飛んだ飛んだタイガーマスク、あーっと自爆自爆。いや、何かタイガーマスクの動きとそれを返すアメリカンドラゴンの動き、これ初代タイガーマスクとあのダイナマイトキットの試合、ゲンゴさん、そうですね、押させますよね、本当にあの風貌はタイガーマスク、あのあれダイナマイトキットに似てますね。そうですね、アメリカンドラゴン、さあカウント取りに行く、どうだ、危ない危ない、返しました返しました、一瞬の隙を突きましたアメリカンドラゴン。いや、非常にアメリカンドラゴンもこれ健吾さんが言うようにいい選手ですよね。逆さ抑え込みだ、逆さ抑え込み、返した返した、うん、さあそして腕を取ってラバーイーストライ、ね、さあどうだ、危ない、あ危ない危ない、返した返した、いやーマーティー浅見に対してアメリカンドラゴンが思わず今カウント3じゃないかと抗議に行きました。マーティー浅見しっかりと見ています。タイガーが今度は逆にアメリカンドラゴンの動きを見ていました。さあそしてそのまま投げていった、この辺はこうダメージを受けながらもしっかりと相手の動きを見てるんですね、健吾さん。お互いにあの心理戦ですよね、さあ封鎖式のバックブリーカ ー、タイガーのお株を奪うかのような封鎖式バックブリーカー、ダメージドラゴンもね、必死ですね。セカンドロープから何をするんだアメリカン、ドラゴン飛んだ、おおっと、なんだなんだ今のは、飛びながらのエルボースマッシュですか、はい、初めて見ました。さあそして片足そのまま、おーっと組み抜け、危ない、危ない危ない、タイガーマスク、あーっとタイガー敗れた、タイガー敗れましたよ、アメリカンドラゴンがタイガーマスクを破りました。